なんか久石様のね、えー、国際昆虫会議の話題が記事になってましたけども、はい、それはまあそのね、えー、まあその前にこの筑波大付属高校のまあ校門から出てきた3人の学生たちがいてその中に久石様がいてたわけですねああ登下校の姿は珍しいですねそうですね、まあ、これまでこの全く久石様の登校姿が報じてこられませんでしたけどもあえてこの時期に久石様の登校姿をまあ撮影ってことで珍しいですねまあいきなり学校前での写真出すっていうのはちょっと不自然な感じしますもんね そうでね、だかまあこれがね、まあ、撮影以来かなって感じで、うん、まあこれはまあ書いてるのがね女性自身で、まあ、この公文社からまあ発売されてるわけですけども、はい、まあこの公文社に関してはビルの屋上から筑波大付属高校がね見えるレベルの距離で、まあ、徒歩5分もないわけですね、うんまあ、いつでも撮影できる距離にはいるとそうですねだから毎日ね被様の投稿を撮影ができますけども、うん、年に1回か2回ぐらいしかね撮影がないわけですねああ少ないですねつまりまあ毎日、ね、日立様を撮影しようと 張り込んでないことがわかりますね。はい、はい、まあ、毎日撮影しなくてもいいでしょうけど、まあ、もう少し頻度多くてもおかしくはないですもんね。そうですね。うん、まあ、ちなみに、これ、表情に乏しいなど、S. N. S. にね、声が上がることもある。さすが。だけども。友人たちにはね、イき生きとした笑顔を見せながら、積極的に話しかけられたんですね。まあ、楽しそうやと。そうですね。 だけどまあこの交差点でね幼人たちと別れてから付近で待機している送迎車に向かって歩き出すと見る見るうちに笑顔が消えて物議のなね表情とかですね。おおなんか家に帰ると嫌な場所に行くみたいな感じでちょっと悲しいですね。そうですね。まあこれがまあ8月中旬ぐらいに捉、ね、えましたけれどもまずここでねわ、うん、かるのはね、まあ、もちろんこれ握手の件から撮影を頼まれてやったことだねわかりますね。ああ意図があったと何か。そうですね。まあ普段の投稿の姿は撮影されてないんで。 まあしかも、この夏休みの投稿の様子だけ撮影したわけですね。ああ、まあ確かにな、夏休み中の投稿を撮影するっていうのもまあ普通じゃない感じしますもんね。まあ普通、夏休みになったらね、学校行きませんからね。そうですよね。さ客様に関しても、当然、クラブも引退してるだろうし、普通はね、休みとは思いますからね。うん、わざわざ学校に何で行ってんのみたいな感じですもんね。だから当然、張り込まないわけですけども、はい、まあ学校にね、投稿する情報を事前にまあ知らせれてたので、うんその上でね、撮影したでしょうから。 そそこでまあその表情に乏しいはずの久しさまが友人たちとはね生き生きとした笑顔を見せながら積極的に話をしたということではい、はい、え書いてですねだからまあこの部分に関してはどうでまあ書かされたんでしょうねあなるほどねこう書いてくれとそうですねおそらくまあ定期校進学生徒できた、まあ、生徒と一緒にね来たんかもしれませんねあなんかよくいる三人組みたいな感じですかねそうですね普段は学校にね行ってないのか報道統制で愛子さまの時にはね毎日まあ許可されていた撮影を アイコさんもどっちかって、まあ、確実に何か報道統制あるのは間違いないでしょうねこんだけ少ないっていうのは、まあ、報道統制なのか言ってないだけなのかね<ー>言っきなかったらさ、まあはい、ってできませんからねまあねだから、まあ、何しにねん学校にいたのかってことで、まあ、この部活じゃないと思うし、まあ、チャット GPT にね、うんまあ、この時期に部活以外で行く生徒に関してはねどんな目的があるのか聞いてみたわけですねはいはいそしたら、まあ、この高校生が夏休みにクラブ活動以外の目的で 学校にね、行くケースというのがいくつかあるということで、うん、まずこの補修とか追試ですね。あ、補修とか追試。そうですね。まあ、学級中にこの十分な成績がやれなかった場合に関しては。補修授業とか追試を受けるために、登校することがあるわけですね。あ、なるほどね。さらに、まあ、その進路相談とか、大学受験の準備ですね。はい,はい、はい。まあ、進学を考えている生徒に関しては、夏休みに進路指導の先生と相談したりとか、大学受験のための模擬試験とか。うん 面談ととかを、ね、受けけるるるために投稿することがあるわけですねあでも進路の相談なんか、まあ、先生にしなくても人様なんかまあ周りの大人が動いてるんちゃうんですかまあ当然まあその3人で行ってるわけだからね3人で一緒に相談しようかなりませんからねだからやはりまあその追試とか補修とかねそういったまあ可能性が高そうですねああほんまですねまあ文春がまあ異例の成績と報じたわけですけどもだからまあこの辺で成績が悪いから、うん、まあ補修とかね追試とかその可能性もありますね えー、でも成績が思わしくないためにねなんか補習とか追試受けてたんやったらなんか報道されるね優秀設定との実際の、ね、状況になんかギャップがありますけどね一番異例の成績っていうのも報道されてるんでねはいはいとかではああわ悪いって言われてますもんねだからそうですねあ<ー>まあこの例えば部下に関してもね低稽校進学制度だったら、まあ、学力がないのに生きてますからねはいはいまあその補習の授業とかの仲間かもしれませんけども、うん、まあお茶の水に関してはね低稽校進学制度き来た男子だったら まあこの八尾塚がね発表してる偏差値に関しては42と発表してるんでね、うん、まあそのぐらいの成績だったらまあ保証授業ね受けないとダメでしょうかねああまあねだから落ちこぼれ3人組みたいな感じだったのかもしれないですねそうですね、うん、でまあその幼稚園たちと別れてからね付近で待機している送迎車に向かって歩き出すと見る見るうちに笑顔が まあたってことですねいやこれがねなんか普通に考えたら友達ともっと一緒にいたかったってことなんでしょうけどそうですね,ねまあその理由がね、まあ、実はこの時にまあ久しさ様がある悩みを抱えてらしたってことで、まあ、それがまあその国際昆虫会議ってことで<う>8月25日にねアクシャン様と紀子様は京都を訪問して第27回国際昆虫会議の開会式に臨席ってことですねはいはいでまあ、この世界中からこの昆虫学者が集って4年に一度ね開催したいことから まあ、昆虫学者のオリンピックとも呼ばれているわけですね、まあ。昆虫学者たちが一堂に会する大イベントなんで、注目度はかなり高いんですよね。そうですね。まあ、これ日本で開催はね、四十四年ぶりということで、うん、まあ、注目されましたけれども。まあ、それ以上に、ね、久志様が、まあ、共同研究者たちの研究成果がね、二十六日にポスター発表ということで。発表されたんで、ね、注目を集めたわけですね。久、まあ、久志様はね、何かと話題になりますから。この研究結果がね、発表されるってなったら、さらに注目が集まりますよね。そうですね。で、まあ、この宮内庁の間ではね、アクションを抑えたかも、京都で一泊してから。 翌日の久子さまの晴れ舞台をご覧になのかということでそういった見方があったわけですねあまあそれは親としてね息子の晴れ舞台を見守る姿ってのは想像してた人も多いでしょうからねまあそうですねただまあアクション・ゴーサイトの久子さまに関してはねその日のうちにとんぼ返りしたわけですねああなるほど見ずに帰ったとそうですね、まあ、しかもこの久子さまに関してはね主催者側の招待を受けて私的に参加したわけですねはいはい開会式ではねアクション・ゴーサイトは同席されずに客席側から出席したわけですねああそうですね まあそれで、外会式後にはね、久志様は、アクシャン・ゴーサーと一緒に、ポスターの展示会場に足を運ばれて、研究者から説明を受けたわけですね。はいはい、一応、客席に座ってたっていうのは、あんまり目立たないようにという配慮もあったんですかね。でまあ公務員じゃなくて、私的ですね。ああ、なの特別扱いみたいな感じしないようにしようと。まあ、どうなんでしょうね。招、ま、待、あ、も特別扱いですけどね。うん、あまあまあ、確かにね。まあちなみに、このね、国際昆虫会議に関してはね、いろいろともあったってことで。 国、まあ、内記者会とかもね、まあ、事前にまあ子さ様が学会に出席するんじゃあかということで言われてたんで、はい、それも聞いたわけですねなるほどでまあこの講師職に関しては言葉をね濁すばかりで答えずに旭子様のね開会式へのお出ましとかを講師職がようやくね認めたのが3日前とかですねあ、まあ、結構ギリギリになってからとそうですねまあなんでこの出席することをね隠すのかがよくわからないですけども本来この自分の子供がね国際昆虫会議で昆虫学のオリンピックに 出席するんだったら、喜ばしいことですからね。まあ、誇らしいことですからね。なんか前もって発表しても良さそうなもんですけどね。しかも、この毎回メディアに関してはね、日立様を優秀設定にしようと持ち上げた報道をね、しているわけだから。うん、まあ、一番これ持ち上げられる時なのに、堂々とね、<laughs> 発表した方が、まあ、絶賛されるとね、思うんですけどね。それはね、だかまあ、むしろ堂々と発表する方が、まあ、いい印象を与えるでしょうね。そうですね。だから、まあ、なんでこの報道しようとせずに、隠れるようにね、出席したのかが。よくわからないですよね。うん、本当ですね。 しかも、この一番重要なのは自分が関わったポスター発表に関しては、欠席したわけですね。ああ、まあ、ここも意外ですけどね。欠席するんやみたいな。そうですね。まあ、ポスター発表のセッションがあるのがね26日ですけども、うん、あまあ欠席って感じで、高校3年生でね、世界的な学会とかにまあ参加っていう会況でありながら、公視庁から久しさまの京都にご訪問の有無すらまあ明かそうとしなかった背景について、皇室担当記者は週刊誌でね報じられた実績作りとか、 お膳立てっていう報道があるところですね。あ,あまあ背景にいろいろ複雑な事情がありそうやと。そうですね。まあこの国際昆虫会議に関しては委員長がね、玉川大学の小野教授ですね。うん。まあこの教授のアクセンさんとね、古くからまあこの交流会みたいですね。ああ、繋がってるんですね。そうですね。で、まあこの今年四月にもね、伊佐氏様が玉川大学の研究施設を見学したときに、まあ案内役をな、ね、したわけですね。はいはい、やってましたね。だからまあいろいろとね、お膳立てで東京大学に入学のシナリオがあできているんじゃないかってことで、うんいろいろとね。 まあ、疑問を抱える人が多いわけですね。ま、確かに怪しいですもんね。こんだけ繋がりがあったらそうですね。で、まあ、この宮内庁内にもね。久志様の大学ご進学のために、青、ま、木、あ、さんとね。紀子様がそこまで。まあ、ご了承ます。るのかって感じで、うん、ため息をつく職員もいるようですね。まあで内部でそういう声が上がるっていうかね。ため、息ついてる職員がいたりするっていうのはなんかもう信頼関係は壊れてるんでしょうね。 まあ、確かにそうっすよね。<laughs> まあ、この公職に関してもね批判がまあ強まることを恐れてから、まあ、公表ね。まあ、しぶたにちゃうかっていうことで、はい、まあ、当然、その自分が発表したらね、お前のせいみたいな感じになっちゃいますからね。責任問われるかもしれないと。そうですね。まあ、そもそも学ン様がね、お膳立てしたとなったらね、まあ、バカな日程というかね。当然<う>、まあ、その昔からの知り合いの大学の教授だからね。まあ、お膳立てとかもできるわけですね。まあ、ちょっと操れると日程を。 だからまあいつまもはポスター発表のセッションとかするかもね決めれるわけですね。おなるほどね。でも普通に考えたのは開会式の翌日にポスターの発表のセッションがあったら、まあ、普通は絶対出席するってなりますからね。まあそれはね、出席すること前提に考えますもんね。そうですね。だからもしこのポスター発表のセッションにね出席しないんだったら、最初からまあポスター発表をまあ最後の方にね、ずら<ー>しますからね、なるほどねセッションとかをね。確かに確かに。つまりこのポスター発表がのセッションがね、翌日になってたのは、久しさまが。 本当にまあポスター発表とかで挨拶するぐらい準備とかをしてたんかもしれませんね。ああでもまあ確かに実際挨拶ぐらいはした方がなんか参加してるって感じになりますもんね。そうですね。うん、でもそのとてもじゃないけどもねこれじゃまあ挨拶だけでも無理かなって感じで <laughs> まあこの挨拶のポスター発表とかのセッションに関しても欠席をしたんかもしれませんね。いいえ挨拶させたらもやばいなととボロが出ると そうですね、うん、最初はまあポスター発表に関してもねまあ、このセッションとかに出席予定でしたけども、うん、それでもまあ急遽、ね、まあ欠席になってそれでもこの実績に関しては必要だから、まあ、ポスター発表者の話を前日に聞くだけで終わらしたんかもしれませんねも、ま、急な変更した可能性もあり得るとそうですねんな中でね女性自身の編集部に分厚い封筒がま郵送されたということで<い>それがこのお久し様が東大のね推薦入試を発表してから将来の天皇として 特別扱いで入学することは、まあ、この象徴天皇制を根底から揺るがすこととなるため反対ということで、そして反対署名の文書が郵送されてきたわけですね。象徴天皇制に影響が出るようなことがあったら、まあ、議論を呼ぶのも理解できるんですけど、こんな反対署名が集まるってのもまあすごいですけどね、うのも、まあこの署名活動に関してはね、8月10日からネットで展開されて、24日時点でね、 まあ1万2,000筆を超える署名が集まってただまあこの中にはねちょっと抽象とも問える表現とかそういったのがあったのでガイドライン批判とかでねまあこの終了したみたいですけどもいろいろとねそういう形でまあ,三度の署名はあったわけですねひどい内容のコメントとかそういうのもあったのかもしれないですけどでもなんかその間にね1万2,000名もね集まったってのは関心の高さがすごいですけどねねねそうですねまあシンコン実はね大学ご進学進にまつわる逆風を一番強くね。 ししているのが久さすが、ねえーまあ、にネットでね自分の記事とかもちょっと見てるでしょうしね結構プレッシャーは相当なもんでしょうねまあそうですね、うん、まあこれまでこの紀子様が敷かれたレールの上を歩まれてきた久々ですけども、はい、まあ来月にはね18歳の誕生日を迎えて成年皇族になるわけですねそうですね野も近頃に関しては自分に注がれている周囲からの微妙な視線をまあ感じているのかなと思いますねどうやら国民にアンチが多いなと そうですね、うん、かなりまあ今頃気なかっじ、ね、気付いたような方たちね遅いんですけども特にこの国際昆虫会議に関しては悩まれたということで、うん、まあ幼い頃から、ね、コツコツとまあ採集とか観察を続けてきたトンボ研究の論文が、まあ、ご両親の力によって特別扱いを、ね、されたのって感じで世間から思われてしまうことは与え<ー>方々にちゃうかといことで一応、自分としては努力しているみたいな感じかもしれないですけど世間に正当に評価されないっていうのはちょっと辛いんですかね。 うん、だからまあ自分自身はねトンボ論文のヒットしたにはまあ自信持ってるんでしょうね。ああなるほどね。まあただまあ論文自体もね、まあ、どうかなって感じでしたけども <laughs>、うんまあ、その割にはこの国際昆虫会議に関してはさないトンボ科の種類が分からなかったみたいですからね。あですよね。なんか研究に対する自分の自信とその場でのなんか対応みたいなのがうまくかみ合ってないですよね。 そうですね、どうでもその早苗トンボ科の青いとトンボとかね、まあ、具体的にこの指定できたら良かったんでしょうけども、ね、まあ詳しくないからまあ早苗トンボかまでしか分からなかったわけですね。うん、愛子様の方が詳しいんで論ってますもんね。<laughs> まあそうそのね、その <laughs> まあ久々様に関してはね、まあ結構様に違和感としてアクションサイトの久々様が7月31日と8月1日に岐阜の総分祭に出席されて。 岐阜県立美術館を訪れた時にね、うんまあ、驚愕の瞬間が目撃ってことで陶芸<ー>、まあ、作品をね鑑賞された時に、まあ、久志様が菊子様の、ね、足を、まあ、押してから、まあ、菊子様が慌てた様子で<ー>場所を、ね、譲ったわけですねありましたねまあ久志様ねその時に、まあ、何か言われたのかわかんないですけども、うんまあ、この菊子様の顔がねとても驚いた様子ってことで、まあ、それが印象的だですねまあ最近ねその久志様の細かい立ち位置気にするやつは、まあ、気になりますもんね本当。 な、まあ、なかなかね今回もその国際昆虫会議に関してもア、ね、クシャン様に対しては、まあ、どついてはないんでしょうけども結構、なんか苦みを利かすというかね、はい、そんな場面があってアクシャン様がねなんか慌てて,てなんから後ろになんか下がってましたからね。上がってましたね、だからこれだけなんかそういう立ち位置気にするシーンが目につくのは、久瀬さんの中でやっぱなんかあるんでしょうね。 なんかあるんでしょうねなか相当ななんかこだわりというのかこだわりというかねんかそういったねまあ、病気じゃないけどもはいはい,、はいまあ、いったのがあるかね確かにね、うん、ちょっと本当気になりますもんねあんだけていうかばか、まあ、秋の宮様とか紀子さももんか気になってるでしょうけどねなんでこの息子はこんなに立ち位置気にするんだみたいなまあそうそれね <laughs> まあ普段なんかねまあ秋篠様に関しても紀子様に関してもなんかパワハラとかねそういう形の あれが出る割にはね、自分の息子には弱いんかなって感じだからね。ああ、お前、その強く言えないんですよねうん、うん。まあ、なかなか、それもね、よくわからないし。うん、まあ、岐阜に関してはも、こうコもはね、一泊二日でしたけども。まあ、結構、そがね、久し様を、先に、まあ、誘導したりとか。<ー>まあ、細かくね。 お世話されていて、い、まあ、それが、久世さまにとってはまあ干渉と感じられて、はいはい、ストレスになったのかなって感じでね、まあ書いてますけどもまあ、一応、親としてはね、まあ、心配からの行動なんでしょうけど、まあ、久世さまにとってはちょっとまあ思春期っていうのもありますしね、ちょっとこう、あんまりね、子供扱いすんないみたいな重圧になってるかもしれないですね。 まあどううなんでしょうね <laughs> まあ今回も秋田さんはね、なんかニラみつけたりとかして、<laughs> それもだからストレスであったのか分からないですけども、<laughs> <ー>あ何が原因なのかね、よく分からないですけども、まあネットとかで自分の記事見てたら、やっぱりね、さすがに言うてもまだ17歳かっていうのもあって、うん気にもするでしょうしね、世間からの目も、まあそうですね、ストレスあるんかもしれないですね、うんよく分からないですけども、まあ、今後ね、どうなっていくのかよかったらね、コメントもらえてほしいです,、ね、そうですね、ぜひコメントください。あと、チャンネル登録の方もお願いしますよろしくお願いします。